とばっち。今週のテーマは岩手花巻空港から台湾へ行こう。気軽に楽しめる岩手からの海外旅行。週2便、岩手花巻空港と台湾を結ぶ直行便が運航されていることをご存知ですか？台湾までおよそ4時間、航空運賃もお手頃価格。今が岩手からの海外旅行を気軽に楽しめるチャンスです。社員旅行なもんで、です。で、みんなで美味しいものを食べて、でゆっくり休養して、でまた仕事に励むということです。食べ物とかエステとかそっちの方を楽しみに行っていきたいと思います。台湾は漢字表記だから分かりやすいですし、安心できますからね。台湾への航空チケットはインターネットでも簡単に購入できるので手軽で便利。また台湾を満喫できるパッケージツアーを多くの旅行代理店が販売しています。岩手花巻空港から直行便で気軽に海外旅行へご出発いただけます。旅のアウトレット、岩手花巻空港直行便で行く台北、4日間5日間を好評発売中です。空港からホテル間の送迎付き、また現地にはデスクがあるので安心です。お得な追加代金で有名なアニメ映画の舞台にもなった9分への半日観光にもご参加いただけます。お座席には限りがございますので、お早めにお問い合わせくださいませ。到着地の台湾桃園国際空港は東南アジアをはじめ世界各地への乗り継ぎにも便利な空港ですので、もう一歩先の海外旅行も楽しめます。那除了我们会跟以往密切的合作，而且我们将发掘的产品变成更优良，我们让很多旅客呢可以从发掘进，然后先台出，所以我们会持续的将台湾人送到发掘来进行参观。但同时呢，我们也希望发掘的旅客们呢能够呢到台湾去。岩手県空港利用促進協議会では、パスポートの新規取得や更新費用の一部を助成するキャンペーンを実施しています。ぜひこのチャンスに台湾へ出かけましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。